大橋通りの唐揚げ市場行きました。今から入ります。沖野さんと一緒に入ります。入ります。お店入ります。お店の人数はこんな感じです。YouTube シール貼らせていただきました。ありがとうございます。沖野さんと飲んでます。意味わからない。学校に通います。だしもいろいろついてるのも美味しいと思います。うまい。 OK、 美味しい。いただきました。で、唐揚げを売ってます。唐揚げ、ポン酢おろし、ポン酢おろしの美味しそうです。ここのおすすめの料理です。手羽先いただきます。カリッとしてほんまに美味しい。中はジューシー、うん、うまそうじゃん。で、胡椒をかけてますんで辛いね。辛いです。ニンニクも多分乗せると思うんで美味しいです。カリッとジューシーで美味しいです。万博屋、筑波の万博屋、この時有名な明神丸です。すごい。温度上がってます。明神丸の皆さん、気持ちそうです。皆さんのおすすめの高知のお店に来ます。ちょっとだいぶ酔ってます。お名前なんていうの？あ、名前なんていうの？あ、そっち系にはたどり着かない。何ていうお店ですかね、クロワさん。クロワさん。これクロワってどうやって読むの？クロワ？フランス語なんで。フランス語。タイムとこの